屋根より高い鯉のぼりって言うとる場合か、言うとる場合か、鯉のぼり。こんなことをやるよりもね、もうやっぱ子供の日セールということで、お金がお金の子供を産むみたいな感じでね、ビジネスは仕掛けていかないといけないですよね。そう考えると、365日どんな時でも、例えばバレンタインデーコンプリートボックスとかね、ホワイトデーお返しビジネスとかね、まあ、いろんな時にいろんなタイミングがありますよね。昔ね、なんかパジャマビジネスとか言ってね、パジャマを着ていながら暮らししてる、なんか引きこもりニート大稼ぎみたいな、そんなコンテンツがあったりとかね、ネオ昼寝族って言って え、最近の昼寝族は昼寝しながら稼ぐんだみたいなコンテンツがあったりするんですけども、全部消えてきましたね。で、結局あれは単なるキャッチコピーと見せ方で、やってることはね、まあ、ちま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 と言ったらあれですけども、コンテンツ提供して集客して、そこにセールスをかけていくっていう手法に違いないんですよね。だから見せ方がこれだったら簡単かもみたいに思わせるんですけども、やってることはね、やっぱ地味で一緒なんですよ。だからその集客をするってことにかけては、発信しないと話にならないんで、発信して自分の存在を築いてもらうためにいろんな発信をする。ネオ昼寝族もそうですし、ジングルベールジングルベールで始まってね、で帽子を叩き落として、言うてる場合かーってやるのも、やっぱりつかみですよね、やっぱりね。で、あ、この人は警戒しなくて大丈夫そうだな、この人は安心できそうだなっていうところを、いかに信頼につなげていくかってこと、そういうふうなね、自分のいろんな角度を見せることによって、お客様に商品を手に取っていただくチャンスをこう広げていくっていうのがビジネスかなと思うんですよ。まあ、だからね、自分のずっこけたところとか、自分のなんかちょっとね、しょうもないところとかで警戒心を解くとか、でたまにはね、なんかこのタワーマンションの最上階からこうやってワインをくゆらすね、余裕なところとかね、安っぽいやつを芝居をしたりするわけですけども、まあその時々に応じて、なんかいろんなものでラポール呼んだりとか、フックさせるために工夫したりするんじゃないかなと思いますよね。私ね、やっぱ最近ね、またね、木村屋のパンって言ってね、岡山県にあるローカルなパンのチェーン店の商品をちょっと買い込んできてね、それを、まあなんかお店の商品全部貯めてみようかなっていう企画があるんですよ。お店の商品全部、何アイテムか分かんないですけども。で、木村屋のパンっていうところのパン屋さんにショップに行ってみたら、パンがね、やっぱりね、50数種類あるんですよね。だから全部食べようと思っても50数本あって、これはちょっとしたもんだなと思います、全部食べようと思ったらね。でも大食いチャンピオンってのは、これを例えば1時間とか3時間とかで食べるじゃないですか。私の場合は別にタイムリミット設けずに、まあ長い時間をかけてね、1日1本とか2本ずつパンを食べて完全制覇しましたみたいな形にしようと思うんですよ。だからビジネスも結局それでいいんじゃないかなと思うんですよ。特にね、100メートルを3秒で走れって言ってるわけじゃないんですよね。100メートルを歩いてもいいからゴールまでたどり着いてくださいっていうのがビジネスだと思うんですよ。で、成功を早くしたければしたいほど、それはね、例えば100メートルを歩くのに1日かけるんじゃなくて半日の方がいいよねとか、1時間の方がいいよねみたいな感じで、自分それぞれのタイムリミットに合わせて急いでいけばいいのかなと思うんですよ。で、私の場合は、ネットビジネスでね、稼ぐのに、あ、3年で1億だなと思ったんですけども、大体それは見通しは合っていたかなっていうところと、あと FX 学んだ時は3年でものになるかなと思ったら1年でものになったみたいなね、ちょっと嬉しい誤算もあるんですけども、どちらにしても1000日をかけるつもりでやってみたってことですよね。やっぱこう、どのぐらい懐を広く考えられるかってところもありますし、その代わり1000日って決めたら、それをね、1500日とか2000日しないように、やっぱり自分の締め切りを自分で守っていく、追い込んでいくってところが必要かなと思うんですよね。で、この億万長者合宿のリレーも、先月ね、来月には1000本いきそうですねみたいな感じで話してましたけども、4月ですよね。4月どころか、もうこれね、4月の上旬に行っちゃいそうですね。ともすれば今日がだから3日でしょ、来週中には行きますよ、これね、確実に。そんな感じで、何でも前倒しで前倒していかないと、特に40代50代でお金に困ってたり生活に困ってる人は、それこそ後ろにね、伸びる人生ってあんまりないですから、20代30代の頃のようにいくらでも時間があるっていうふうな感覚じゃないんでね。例えば40代の半ばとか後半になってきたら、10年後はもうね、60代以上の老後の心配しないといけないんですよ。今50代の方ってもうね、10年経たないうちに60が来るじゃないですか。ってことは本当にね、自分の尻に鞭入れていかないと、時間っていうのは誰も提供してくれませんからね。そればかりか、なんかなんとなくやった感だけやって、だらだらと半年1年稼げないまま過ぎちゃって、稼げないのにやるっていうのに慣れちゃったりするんですよね。やっぱどっかでこう肝となる日にはきちんと売り上げを上げてみるとか、
売り上げ上げないまでも商品をちょっとセールしてみるとかね、例えば30万円の商品をとりあえずセールスぶちかましてみるとかっていうのは、まあ、必要なのかなと思うんですよね。とにかくいろんなことをトライして、そのトライをした結果によって自分の軌道修正をしていく、その繰り返しなんじゃないかなと思います。まあ、吉谷さんもね、今回長い動画でいろいろと言われてましたけども、まさにね、ずっと言ってることは一緒なんですよね。吉谷さんね、言ってることは一緒だけども、違う角度からアプローチして、この膨大なやり取りの中で、あ、これだったら共感できるかもっていうポイントを、やっぱりね、数百回に1回ぐらいを見つけていただくっていうところが、まあ、この億万長者合宿リレーの大事なところかなと思いますよね。まあ、そもそも億万長者合宿の湯河原に参加した人自身はこの動画も見てないと思うんですよ。どうですかね、見るっていう継続ができなければ、やるっていう継続はとてもじゃないけどできないと思うんですよね。まあ、というところでね、本当に見るばっかりの継続もできない人に、やるばっかりの継続ができないのかなと思います。もちろんやり始めたから見なくなったっていうのは OK なんですけどね、私もその口ですけどね。もう自分の発信で精一杯で、世の中で何が起きてるのか分かんなくなると、それこそ自分の発信することは自分の世界のことでね、自分の隠居という景色から見えるもの、隠居という景色で、触れ合う人のことしかもう話せなくなってきました。でもそれで十分ですよね。私たちは常識的な世間に合わせるためにやってるわけではなくて、やっぱ非常識な人生を歩んでるわけですから、常識から離れても致し方ないのかなと思います。それでは行ってらっしゃい。